こんにちは。メンズファッションの専門家、スタイリストの大山俊です。いつも見ていただいてありがとうございます。今回の動画では、最近僕が通販で買ったものをですね、ご紹介したいと思っています。今動画を撮っているのは5月末なんですが、まだですね、ステイホームの期間で、なかなか外には出づらい状況なんですね。ですので、いつもだったら外に回って、実際に商品を手に取りながらですね、購入したいんですが、最近は自宅でポチポチと通販を楽しんでいます。まあ僕と同じようにですね、なかなか外に出れ通販を楽しんでる方も多いかなと思いますので、今日の動画よかったら参考にしていただきたいなと思っています。はい、それでは早速一つ目からご紹介したいなと思うんですが、僕がですね最近買ったアイテムはまずこちらですね。グラミチのストレッチパンツになりますね。色はカーキを今回は選択をしました。僕にとってはこういったカーキのパンツというのは結構久しぶりの購入なんですね。まあ、カーキのパンツというとカーゴパンツを思い浮かべる方も多いかなと思うんですが、まあ、最近は結構カーゴパンツというのが徐々にですねトレンドに復活してきてるかなという感じがします。カーゴパンツといったらこのようなカーキだとかオリーブと言われるような色が代表的かなと思うんですが、まあ、久々にですねそういった色を履きたいなと思ってこちらを購入しました。本当はですねカーゴパンツが欲しかったんですよ。でもカーゴパンツって結構ですね太めのシルエットのものが多いんですね。ですので実際に試着をしないとなかなか良し悪しが決めがたいなと思って、僕が今回購入したのはこのグラミチのカーキ色のパンツなんですね。これなぜ通販で買ったのかというと、実は去年にですね同じ形のボトムスを買いまして、それが非常に良かったので色違いで購入をしたんですね。一度買ったものであればそんなに失敗することがないので、通販で買うときにはすごく便利かなと思っています。まあ、グラミチというのは1980年代に設立されたブランドなんですね。もともとロッククライマーだった方が開発したクライミングパンツのブランドなんですね。ですので非常に動きやすいのが特徴のブランドです。で、最近はですねロッククライミングで履くパンツというよりは、街着でこういったグラミチのパンツというのを履く方が非常に増えているんですね。僕がグラミチに出会ったのは今からですね十数年ぐらい前ですかね。雑誌のビギンというものがあるんですが、そちらの中でグラミチの特集が組まれていて、それをきっかけにですね僕はグラミチにハマりました。一番最初に買ったのはショートパンツだったんですが、まあグラミチのパンツというのはバランスがすごく良くて、結構ファッション好きの方の中にはグラミチのファンって多いのかなと思っています。最近はこのグラミチがめちゃくちゃ人気で、様々なセレクトショップがグラミチとコラボレーションをして商品を作っているんですね。まあ例えばエディビスですとかナノユニバースですとかビューティー&デュースですとかアーバンリサーチですとか、このような大手のセレクトショップは大体ですねグラミチとコラボレーションしているのかなと思っています。グラミチの通常のラインももちろんいいんですが、各セレクトショップとのコラボレーションラインというのも結構ですね全然個性が違うので見ていて楽しいなというふうに思っています。で、僕が去年ですね購入したのはグラミチとアーバンリサーチのコラボレーションモデルなんですね。僕は結構好きな素材がありまして、それがソロテックスというものなんですね。この素材はかなり軽量で、それでいて結構上品な雰囲気が出るので僕はかなり好きな素材なんですね。まあ、実際僕が今着ているジャケットというのもソロテックスを使っているものなんですが、これまためちゃくちゃ着心地がいいんですね。で、このソロテックスを使ったグラミチのパンツがないかなと思って、多分 ZOZO タウンだと思うんですが、グラミチソロテックスと検索をしたら、まさにアーバンリサーチが僕がイメージしている商品を作っていたので去年購入をしました。実際ですね去年僕が買ったグラミチのものも持ってきたんですが、こちらはブラックですね。まあ、ブラック系のものは1本あればですねめちゃめちゃ重宝するんですね。コーディネートに悩まなくていいので去年すごく使って、今年ももちろんガンガン使うつもりなんですが、まあ、これ1本だけではなくてちょっと違ったもの、いつもと違ったテイストのものが欲しいなということで、今回はこちらのカーキの色を購入しました。僕が持っているボトムスというのは基本的にはブラックですとかネイビーですとかグレーが多いんですが、まあそれだけだとですねどうしてもマンネリ化してしまうので、ちょっと気分を変えたいなと思ってこのようなカーキオリーブ色というものを選んでみました。こういった色というのは色単体はですね結構やぼったく見えるんですが、黒いトップスを合わせて色を引き締めたりですとか、あとは白の T シャツを合わせて少し爽やかに振ってしまうのもですねすごくバランスがいいかなと思っています。あまり初級者では選ばないのはカーキという色なので、こういった色を使いこなせるようになると結構おしゃれに見えるので、皆さんにもぜひおすすめしたい配色かなと思っています。まあ、カーキの中にもですねいろんな色味があって、好きなカーキとあんまり好きじゃないカーキがあるんですが、これはですね結構ギリギリな色かなと思っています。ちょっとスモーキーなくすんだ感じのカーキになるんですが、僕はですねこれに対して黒 T シャツなんかを合わせながらコーディネートに使っています。まあ、シルエットですとか着心地に関しては100点なんですが、これからですねコーディネートにいろいろと落とし込みながらですね使ってみたいなと思う商品になっています。
はい、続いて2点目、僕が買った商品をご紹介したいんですが、これまたグラミチのパンツなんですね。今度はショートパンツを購入しました。しかも色は先ほどと同じカーキオリーブ系の色ですね。ただですね、色を比べてみると同じカーキ系ではあるんですが、全然雰囲気が違うんですよね。どうでしょうか。こちらの方はちょっとくすんだ感じのグレーがかったカーキになっていまして、こちらのショートパンツの方はもうちょっとグリーンっぽい感じのカーキになっていますね。僕はですね、この2つの色であれば割とですね、こちらのグリーンがかったカーキの方が個人的には好きですね。カーゴパンツですとか軍パンはこのような色に近いんですね。ですので色の感じとしては結構こちらが気に入っています。ただ素材の感じとか履き心地は圧倒的にこっちが上なんですね。この2つがね、ミックスされた1本ができたら最高だなと思うんですが、ここがなかなか難しいところかなと思っています。まあ、こちらのショートパンツは先ほどカーゴパンツが欲しいなという話をしたかなと思うんですが、実際にですね、こちらのサイドにポケットがついていてカーゴパンツのような作りになっていて、今の気分にはぴったりかなと思っています。すでにですね、グラミチのショートパンツは先ほどのソロテックスのものでブラックを持ってるんですね。ちょっと雰囲気を変えたいなと思って今回はこのようなカーキ色を選びました。ブラックのショートパンツだと上を黒にしてしまうとですね、結構重たくなってしまいますし、少し退屈なコーディネートになってしまうので、黒 T ですとか半袖のニットと合わせながらですね、このショートパンツを使ってみたいなというふうに思っています。たまにはね、こういったショートパンツでもカーゴパンツ風のポケットついたものなんかもですね、気分が変わるのですごくいいかなと思っています。どちらのパンツも気に入ってるんですが、これから夏にかけてはですね、このショートパンツの方をめちゃくちゃ活用するかなと思っています。非常に気に入っている買い物の一つになりますので、下にリンクを貼っておきますので、よかったら皆さんも参考にしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目なんですが、小物を購入したんですね。こちらなんですが、見えますでしょうか。これなんだかわかりますか。これはですね、ワックス、まあ、いわゆるロウですね、で固めてあるようなアイテムなんですが、中に多分オレンジとかですね、実だとか葉っぱみたいなものが入ってるんですね。こちらはサンタマリアノベルラというブランドの商品になります。これはどういうふうに使うのかというと、主にクローゼットですとか車の中に引っ掛けて室内の香り付けをするというようなアイテムになっています。僕はこのアイテムと出会ったのはとあるセレクトショップのですね、試着室の中なんですね。すごく素敵なセレクトショップなんですが、そこはインテリアですとか内装にもすごくこだわっていて、そこの試着室に入るとすごくいい香りがするんですね。すごく清潔感があふれる香りで、なおかつですね、この見た目がすごく可愛いなと思って前から気になっていたんですね。最近はステイホームでなかなか外に出れないので、家の中の生活を充実させたいなということで、ちょっと楽天で見つけたので購入をしてみました。サンタマリアノベルラというのは世界最古の薬局と呼ばれているんですね。イタリアのフィレンツェにあるんですが、もうお店自体がですね、一つの観光名所のようになっているんですね。このブランドは香水ですとかルームフレグランスなんかを作っていて、香りに特化した商品が多いんですが、このクローゼットにかけておくようなポプリもすごく人気が高いんですね。で、僕もずっと前からちょっと憧れがあったので今回買ってみたんですが、正直ですね、お店に行って実際に香りを嗅いだことがないので、商品レビューを見ながらきっとこんな感じなんだろうなとイメージをしながら購入をしたんですが、商品が実際に届いて嗅いでみると結構ですね、スパイシーでインパクトが強い香りだったんですね。やっぱりこういった匂い系のものというのは実際に匂いを嗅いで、試着じゃないですけど試してみないとですね、なかなか難しいなというのを実感しました。物自体はすごく気に入ってますし、テンションは上がるんですが、皆さんもですね、ぜひ店舗で見ていただくといいかなと思っています。都内であれば新丸ビルの1階にお店が入っていたり、あと銀座だとドーバーストリートマーケットの隣にですね、ひっそりとお店があるんですが、店内もめちゃくちゃ素敵なんですよ。結構女性へのプレゼントなんかにも重宝するかなと思いますので、皆さんもですね、ぜひ実店舗に行ってこういったアイテムですとか、あとはフレグランスもすごくいいので、ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。はい、ということでラスト4点目はこちらですね。もう定番になりますね。ビルケンシュトックのサンダルです。こちらはアリゾナというモデルの EVA という素材を使ったものになります。こちらはすでに同じものを1足持ってるんですが、そちらが4年くらい使ってだいぶくたびれてきたので、新しいものをこの度購入をしました。まあ、いろんなものを僕自身も買い物するわけですが、やっぱり同じものをリピートする機会っていうのはそんなに多くはないんですね。めちゃくちゃ気に入って、これは自分の中の間違いない定番だなと思うものだけをリピートするする
わけですが、まさにこのビルケンシュトックのアリゾナはそんなアイテムなのかなと思っています。ビルケンの商品の中でもこの EVA の素材というのはオールブラックで結構シャープなイメージになるので僕はすごく好きなんですね。まあそして素材的に水に濡れても全然大丈夫なので外遊びをした後にガンガン洗えるのでめちゃくちゃ重宝していますね。僕は夏だけではなくて冬とかでもですね、靴下を履きながらこれを履くことがあります。スッと足を入れやすいのでゴミ捨てに行ったりですとか近所のコンビニに行くときなんかにも重宝するようなサンダルになっています。このようなサンダルですとか先ほどご紹介したような短パンみたいなものは真夏になってから買うのじゃ絶対に遅いです。必ずサイズ切れを起こしてしまうのでぜひ皆さんには梅雨の時期までにですね買い揃えていただきたいなと思っています。僕はですね5月に入った瞬間にこれを購入しました。まだギリギリサイズが残ってるかなと思いますのでぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、ということで今回の動画では僕が最近通販でポチったものをですね具体的に紹介をしてみました。まあいろんなものを買ってみて想像とちょっと違ったなというものもあるんですが、それでもですねステイホームを楽しむためにはすごくいい買い物だったかなと思っています。そろそろですねステイホームの期間が明けて実際のお店にも回れるようになるのかなと思いますので今からすごく楽しみにしてるんですが、まあ今回のこの機会というのは家での買い物を楽しむ良いきっかけになったかなと思っています。まあこれからもですね通販で買ったもの、実際に店舗で買ったものをどんどんご紹介してみたいなと思いますので、ぜひ今後の動画もお楽しみいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。